安倍鳥取堂は、日本の鳥取県鳥取市に本拠を置き、鳥取駅構内営業、各種折り詰め、弁当料理製造販売等を行っている企業。カニを使ったチラシ寿司、カニ寿司は1952年に発売されており、安倍鳥取堂は、全国で初めてのカニ寿司駅弁であると述べている。当初は、当期限定商品、その後1958年に同社がカニの実の、 保存技術を開発し、通年の販売となった。カニ、寿司の通年販売も、全国初であったとされる。その後、タエリアでもカニを用いた寿司が作られるようになった。ことから、後年、元祖カニ、寿司と名称を変更。カニは、鳥取県及び、兵庫県北部の漁港に、水揚げされた地元産の松葉ガニを使用している。米、巣もオリジナルのものを使い、 販売開始当時の製法を守っている。カニ寿司は、安倍鳥取店の主力商品であることから、複数のバリエーションが用意されている。カニの甲羅をかたどった八角形の揚げ物の容器に、盛られた酢飯にカニのほぐし身と金シランが乗る。付け合わせとして、塩吹き昆布となら漬けがつく。カニを炊き込んだ飯に、カニのほぐし身とハサミが乗る。容器もカニをかたどっている。元祖カニ寿司をベースに、 カニの細巻きとかにの握り寿司が入る。カニの炊き込みご飯にカニの足と椎茸が乗る。加熱機構付きのパッケージを採用。要予約商品。酢飯の上にカニのほぐし身とかにの足のむき身が乗る。カニ、味噌も散りばめられている。要予約商品。1965年発売の顎を使った寿司で、酢で締めた顎を酢飯に乗せ、白板昆布をかけ、笹の葉で巻いて、競技の箱に入れている。 当初は季節販売だったが、冷凍保存に成功したことから1985年からは、数年販売となっている。他にサバス市もある。鳥取牛の肉を売りにした弁当。三升飯と煮込んだ牛肉を組み合わせたもの。加熱気構付きパッケージを採用。鳥取牛の肉を、素級点とした弁当。加熱気構付きパッケージを採用。要予約商品。鳥取牛と鳥取自撮り。 ピオを売りにした弁当。鳥取の特産品でもあるシイタケを売りにした弁当。砂丘鳥取味の弁当。城下町鳥取など、複数のグレードの幕の内弁当がある。また、カニ寿司を用いた、カニ、幕の内、赤飯を合わせた、おこわ弁当も用意されている。鳥取空港では、空弁も扱っている。鳥取空港最初の空弁とされる、カニを売りにした、箱寿司。 鳥取産の豚肉を使ったカツサンド、鳥取名産の梨も使っている、パーティー用のセット商品、サラ製、寿司製、懐石膳などがラインナップされている。ありがとうございます。